今日はひな祭りいちごパフェを作っていきたいと思います。今回の動画を最後まで見ていただくと、ひな祭りご飯で子供が喜ぶパフェを作れます。ひな祭りデザートをどうしようか悩んでいる方、ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。はい、では早速やっていきたいと思います。今日はひな祭りパフェということで、ひしもちをイメージした3層のパフェを作っていきます。一番下となるのがほうれん草蒸しパンで、真ん中の層が生クリーム、そして一番上の層がいちごゼリーということで、まずいちごゼリーを作っていきたいと思います。いちごゼリーを作る時の材料はこちらです。いちごが 200g、 砂糖が 100g、 お水が 400cc、 そして粉寒天 4g です。いちごはヘタを取り除き、1/8カットくらいの大きさにしていきます。もし小粒なイチゴを使うようであれば、1/4くらいの程度の大きさで大丈夫です。今日は規格外のイチゴでしたので、ちょっと若干大きめのイチゴですね。なので8等分くらいのサイズで切っていきます。イチゴの品種によって中身まで赤いイチゴとかいろいろあると思うんですけれども、中まで赤いイチゴを使っていただくと、イチゴゼリーにした時にしっかりと赤みが出て可愛らしい色になります。今日は中身が白っぽいイチゴです。今のどっちみちちょっとゼリー、砂糖と一緒にゼリーにしていってしまいますので、そこまで美味しいイチゴを使っていただかなくても、安いイチゴで大丈夫です。これくらいのサイズだと1/4くらいで大丈夫です。イチゴが切れましたので、ここで少し砂糖をまぶして水分を出していきます。砂糖です。砂糖はイチゴの量のだいたい半分くらいを目安にしていただくとよろしいかなと思います。イチゴ全体に砂糖がまぶされば OK です。でイチゴこれぐらいの量に対してお水は 400cc です。では今から加熱をしてイチゴゼリーを作っていきます。まずお湯を沸騰させます。沸騰してきましたので少し弱めます。そして粉寒天を入れていきます。で粉寒天を入れましたら、もう常に混ぜていきます。2分間混ぜます。火の加減は吹きこぼれないようにちょっと調節しながらやってみてください。と吹きこぼれそうになったら弱める。はい、2分間できました。でここで砂糖をまぶしたいちごを入れます。ここではそこまで煮詰める必要はなくて、砂糖が溶ければ OK です。でも砂糖が溶けましたので型に入れて固めます。はい、じゃこちらの中に入れていきます。粗熱が取れましたら冷蔵庫の方で冷やし固めていきます。寒天なので常温でも固まるんですけれども、今回生クリームを使っていきますので、なるべくちょっとしっかりと冷えていた方がいいかなと思います。次はほうれん草蒸しパンを作っていきたいと思います。まずハンドブレンダーの中にピザ用チーズ 30g、 ゆでほうれん草 35g、 牛乳 90g、卵1個、でこちらをブレンダーで攪拌していきます。ただ今度はボウルの方に入れ替えます。で砂糖 20g、 でホットケーキミックス 150g 入れます。混ざりましたので、ここからカップに入れていきたいと思います。今回使用するカップは100均にも売っておりますシリコンカップを6個使っていきます。スプーンで入れていただくと入れやすいです。これ結構ほうれん草の色してるんですけども、そんなにほうれん草感は主張しないので、お野菜ほうれん草が、ね、苦手なお子様も食べていただけるかなと思います。
い、できましたので早速蒸していきたいと思います。で今回別に蒸し器を使うわけではなくてお鍋でやっていくんですけれども、中に1センチくらいのお水を張ってこのようなすのこを使っていきます。で沸騰するまでしばらく待ちます。グツグツと沸騰してきましたのでこのタイミングで入れていきます。蒸気が熱いですので火傷しないように注意をしてください。では10分加熱をしていきます。はい、出来上がりです。とても熱いですので火傷しないように取り出していてください。まだまだ熱いと上手に切れませんので粗熱が取れるまで少し待ちます。はい、粗熱が取れましたので型から外していきます。こうやってぐる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 とやっていただくと綺麗に剥がれます。このように少しずつぐるぐる回していただいてポロッと外れます。粗熱が取れた方が外しやすいですので少し冷ましてからやっていただくとよろしいかなと思います。で盛り付けをしていくんですけども、ひな祭りいちごパフェ1個に対して蒸しパン1個使っていきます。ですのでもあらかじめ先に切っておくと便利です。サイズはお好きなように切っていただいて大丈夫です。中までしっかりとほうれん草の色が出ております。こんな感じに、サイコロサイズくらいの大きさに切っていただくと入れやすいかなと思います。でこちらですね、いちごゼリーが固まりましたのでまずちょっとこちらをほぐしていきます。フォークでちょっとランダムな感じにほぐしてカップに入れやすいようにほぐしておきます。で6個作っていきますので、だいたい6分の1くらいの量を1カップに入れていただけるとよろしいかなと思います。であとトッピングに使っていくのにバターハーです、こういうやつですね。こちらをちょっとクラッシュして使っていきます。あとはピコラ刺さってるとちょっと可愛いので上から最後に飾りで刺していきたいと思います。で飾り付け用のいちご、こちらは割と小ぶりないちごを乗せておくと可愛らしく仕上がります。であとはホイップクリームですね、生クリームを乗せていきます。で盛り付けに使うカップはもうどんなものでもいいんですけれども、このおしゃれな、さっきにも売ってるおしゃれなワイングラスバーっていうのを使っていただくとちょっと可愛らしく仕上がります。では早速盛り付けをしていきたいと思います。ひしもち、ひな祭りのひしもちをちょっとイメージしていますので、下にはこれにちょっとなるべく緑色のものが入るように入れていただくといいです。次は白い色なのでなるべく外のカップから見えるようにちょっと外側に意識してちょっと白いのを見せていただくと横から見た時にちゃんと3層に見えるようになります。でここでちょっと食感のアクセントが欲しいのでさっきのハーベストをちょっとクラッシュしてのせていきます。で乗りましたら次にいちごゼリーを乗せていきます。でこちらで土台が完成です。であとはこのピコラをぐさっと差し込みまして、でいちごを乗せるのでちょっと固定するために少しだけ生クリームを乗せます。でトッピングのいちごを乗せて完成でございます。こちらでひな祭りいちごパフェの完成になります。はい、完成となります。早速試食をしていきたいと思います。いちごのゼリーもしっかりと固まっていますので、のいちごの香りが本当にいいですね。ふんわり香ってくるいちごの香り、コリコリっとした寒天の食感で、いちごの色素が寒天の方にまで色が移っているのでピンクでとても綺麗ですね。
間にハーベストを入れて砕いて入れておりますので食感もいいですし、今回ちょっとバター味ということでバターのコクも感じられて味が締まって美味しいです。では一番最後、一番下ですね、蒸しパンもほうれん草の味をそこまで主張していないので、お子さんでも食べていただける美味しいパフェができました。はい、ということで今日はひな祭りいちごパフェを作っていきました。ポイントは2つあります。1つ目のポイントはほうれん草蒸しパンを作るときに、ほうれん草、ピザ用チーズ、牛乳、卵を先にしっかりと攪拌することによってほうれん草の緑色がしっかりと出た可愛らしい蒸しパンになります。で、ポイント2つ目はいちご寒天を作るときなんですけれども、大きければいちごを8等分、小さければいちごを4等分に切って先に砂糖でまぶしておきます。で、そうすることによって浸透圧で水分が出て砂糖が溶けやすくなります。はい、ということで今日はひな祭りいちごパフェを作ってきました。ご視聴ありがとうございました。今後も野菜果物を使ったレシピを紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。